ほいさあ、皆さん、こんにちは、こんばんは、ヨシミツです。ということで、本日の機体は、イフリート回、私のお気に入り機体、第2個目の、機体を使っていこうと思います。まだ若いパイロットだな。相方はクロスボーン、フルクロスなのです。上がりますよ。今回はですね、前回ね、動画を撮ってる時にですね、ルームを解散されたんで、今回はホストで、やっていってまーす。やばい。お見通しだ。凡族め、この任務だ。貴様に引く。いやー、やばいっけ。どうやら私に本気を出させたようだ。うわー、勘弁してほしい。イフリートの期待が持たないな。やめるな。マジ。あいったー。どうやら私に本気を出させたいようだ。どうしようかな。ヤチオンの栄光のために死ができた。わあ、やばい、覚醒受けた。最悪、正面。これはもう無理か。持たない。僕が一番ガンダムをうまく使えるんだ。あと16じゃ何ともしようがない。味方に撃たれた。いやっていうかもうちょっと3000機体で落ちちゃいましたね。意外とこれはダメだったな。ガンダムの性能のおかげで勝てたのだ。レッドフレーム強えなぁ。あれ？おぉ、すごいね、これ。黄色回線以外はですね、体質設定になっておりますので、すごい、今自動で体質してたな。決して私が切ったわけではないんですが、自動退出になっておりましたので、そんな機能もあるんだ。便利になってますね。退出した方ごめんなさい。一応黄色回線はごめんなさいっていうことになってますんで、あと一人入ってきたらね、と思ってるんですけど。一応設定はもちろん、ルームはサイド7で、ルーム名めんどくさかったんで、気軽に対戦で、設定してますんで、あまり負け価値は気にしない感じでお願いしてます。ということで、一人入ってこないな。入ってきた。フルハーマーダブルゼータ使ってる。よーっしゃ、行くぞ。もう一回行くぞ。今回の動画も約30分ぐらいね、使わせていただこうと思うんですが、実はですね、イフリートの動画を一回撮ったんですが、WO の、曲で、ちょっと動画的に引っかかってしまいまして、ということで、プレミアムエディションだったんで、その動画をですね、音楽は、削除させてもらいまして、違う曲っていうか BGM を入れさせてもらいました。で、多分もう大丈夫かなとは思う、削除対策ではなってます。まあ、基本的には前回の動画は著作権引っかかってなかったので、引っかかった曲はプレミアエディションの中からちょっと入れ替えでね、BGM 変えていこうと思います。ジオンは負けん。この私がいる限り。クシャトリアか。クシャトリアコスト下がったんですよね。リボーンズガンダム。痛い。ちょっと無駄に前行きすぎたな。あれ、落ちた。ダウン取れちゃった。あいった。
そこだ。死にに来たか。あれ整備の不良か。ガードしたんだけどな。当てる。しかし当てれねえ。わあ、私についてこれぬものは置いていく。当たれエッサム。この私の前に広せ。格闘負けしてるし。ああもう全然ダメだ。私一人で死ぬと思うか。あーもううっざい。させるか。当てる。これ以上は。あ、なんでだ。ガードしてるんだけどな。ジオンの栄光のために戦いに集中しろ。だからもうもうクロスボウを抑えてほしかったな。やばいやばい。え、なに。あー覚醒技か。やば、こっちもクオリア決まった。出直しだ。全体的に期待はあれですね、なんか覚醒技は全体的に使いやすくは、なってるんではないかなと思ってるんで、イフリートのさっきの覚醒技でしたけども、いいんではないでしょうか、こんな感じで。俺的にイフリートの、覚醒は使う、すごく使いやすいなという感想がありますね。お、あのパイロット衣装変わってる。あの敵だけは。衣装もね、変えれますね。皆さん、全然楽しんでいきましょう。単円なんで下がります。クシャトリアのファンネルは、近づいたらステップなどをする、近づいた時に避けないと当たりますからね。あ、当たった当たった。ちょっとかすった。さあどうぞ前に出ちゃってください。危ね。凡俗め、手を緩めるな。行くぞ。逃がすか。ならばこれ正面とはな。うわっ、やーべえ、全然ダメージ取れてねえな。ならばこれ受けてみた。さあ貴様、俺を何だと。待てるか。お兄さんには邪魔。あー痛い痛い痛い。分かってる。ダメだったか。ダメージ取りに行ったんだけど。おら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 。あぶね。おい、なんだあれ、すげえ重厚、補正がすげえことになってんな、あのクシャトリア。やめるな。力が受けていくなと。サシャより先。あー、やられちゃった。どうやら私に本気を出させたいようだ。うわー、タイももう無理か。てか、すでに3000で先落ちしちゃってるからな。たとえ正義は何をしていた。玉切れだと。この私こそがエグザムなのだ。うわっ、あれ。お疲れ様でした。なぜだ。まあ、基本的には負けても気にしない方がいいですよね。まあ、俺が弱いんでね。はい、次。もうどんどん行きましょう。
イフレイトの攻撃のあれがもう結構ちょっと思った以上に長かったですね。なんでも連戦で行こうと思いますね。まだちょっとランクマ行く分には早いかな。こんなんじゃ。使えない機体でランクマ行っても、あの、迷惑かけるだけですからね。まあ、できる限り使い慣れたやつでね、ちょっと行こうと思いますんで。さて、まあ、全部ファンネルも近い。たまりませんね。邪魔な連中め。正面。ならばこれ。この私を撃つだと。が、この実際戦機体の誤射は相当辛いんですよね。ただでさえあの待機服で蒸発するんでね。あれ。いやだからね。私の名前を言ってみるがいい。ジャギみたいな。私についてこれのものは多く。あれ。今だ。うん。ああ、結局サザビーか。マシンの性能さ。落ちろ。しかし凡族め。感度を上げすぎたか。やだね。エグザム。この私の前にひれ伏せ。行かせるか、いいよ。おい、なんだ今の。わあ、外れた。どうやら私に本気を出させたいようだ。無駄なことを。行きだ。無駄な方、あら、チャンス。愚か者が。あ、やられたの？撃退のあれ通信来なかったぞ。来たかな？俺見落とすか。なめるな、今だ。マジ。おい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 。味方ごとかーい。ジオンの騎士たち、ニムバスシュターゼンが貴様のこと。この相方ゲーなんとかならないかな、俺。そう、うまくいかないな。勝ててはいるんですが、うまくは勝ててないな。てかさっき覚醒技が止められたのが痛かった。なんで止められたんだろう、よくわかんなかったんですけど。まだ生贄が足りないとでも言うのか。ですね、ブルーの BGM は皆さん好きでしょうか？あんまり自分は、まあ、聞いたことないんで、馴染みはないんですが。諸君らの奮起に期待する。結構スピード的にはイフリートが速いので、結構好きなんですけど、エクシアか。どうしようかな。あの敵だけは一緒に前出ればまあ荒らせるかなとは思うかな。てい。正面。いやあ、いきなりもういきなりだということで。凡族め。凡族め。バカめ。いた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 。ファンネル強いな。で、私についてこれるもの。いやー、やれたー。次会う時は。あのクシャトリア逃げるのうまいなー。私の前に出るな。愚か。凡族め。邪魔するな。よし。ああ。あと一回落ちてもいいけど、インパルス行ったー。
そうなるよね。私はニムバススターズ。スターズだ。あっ！覚醒落ちさせたけど覚醒落ちした。しかし、なんだと。わあ、もうこれどうしよう。つまらん。させるか。この機体の実力。逃げた。魂に刻め。当たれ。やらせるか。存続ね。落とす。ちょっと待って。いやー痛い痛い。全然ダメだ。近づけすらしないんだけど、これきついな。あのクシャトリア絶対5丁じゃねえな。あれもう階級詐欺ですよ、あれ多分。やめるな。うわー、マジかよ。なんかこれあっいやー、あーっとバリオーンということで、こんな感じでクソ強えな、あのクシャトリア。こんなことがありえるものか。なんだあのクシャトリア、クソ。なかなか難しい範囲ですわ。インパルスは、クシャトリア追ってたらインパルスに撃たれまくりましたんで、ちょっとあれでしたけど。どうしよう。なんかと、まあ、とりあえず、今回は負け動画全開ですけど、今回も負け動画多いですけどね。もうちょっとうまく、覚醒入れれたいんですけど、あんまり正直動かないので、覚醒がスローネドライも嫌いなんですよね。バッチコーイ。さて、何から行こうか。まあ、順当にクロスボーンガンダムを、リボーンズガンダムを狙いたいと思います。見事。あれー届かない。近づけないなーっていうか、もう近づくとき味方と、おお、うぜえ。うそー、マジかよー。マシンの性能差か。しかしもうリボーンズ2回落ちでいいんじゃねえかな、これ。正面やるさせるか。こんなベッサム、この私の前にひれ伏せ。さあ恐れたまえ。マジか。邪魔だ。力が抜けていくだとさせるか。正面とはな。ちょっとやばい、もう下がろう。ちょっと前出すぎた。今だね。逃がすか。容赦しないよ。あらまあ、同時にやられたか。
私はニムバスシターです恐れたまえ反格しやがったかこの私を否定するのか私で語り合おうぞこれ以上はイフリートの期待が持たんやばいな、もう持たないやばいもう全然ダメ全然勝てないですてか最初にまず全くアタックができなかったのが痛いですねてかやっぱみんなすぐ逃げるんですねもう速攻逃げるからやりにくくてもうちょっとまあ、ドンパチやっても負けそうな気がするんですけど。くそー、こんな動画あげろってあげるんですけど。皆さん、一応結構ネットでも騒がれてる状態で、結構バトルメッセとかね、来たりしますから、皆さん来たら無視しましょう。相手にする必要はあんまないんで、まあ俺は基本的にバトルメッセは基本無視ですね。まあ動きが悪いだって、やっぱりゲームでみんな楽しんでるとこでバトルメッセする人は、ちょっとマナー違反だと思ってますんで。うわー、助けて来たー、助けて危ない今回ちょっと戦い方を変えてみます。トゥむやみに突っ込むのをやめ、あーうざこれがシピーゲルのうざさ邪魔するな何だと私についてこれぬものは置いていく命乞いでもする愚か者がかわせるかいやいやあれや俺はおるやしまったやっぱ隙を狙って私の邪魔だけはするなよ楽しんでやすかそれは全力させるか痛い分かっているな。ここからが本番だ。うわ、今のは一体どういうこと？背後とは卑怯な。戦いに集中しろ。そう、リボーンズ邪魔だな。どうやら私に本気を出させたいようだ期待性能の差かあ、一体あ、半角すればよかった貴様の出る幕などもはやどこにもありはしないちょうどいい、えい、上達せよやってみる私のパートナーをそりゃあこの技この力いいよ、すべていやそれが決まったジオンの騎士だこの程度の加護はあって当然いやーなんとか勝てましたさっきちょっと負けちゃいましたからねジオングさんもお見事ですあーてか連続で選択しない方がいいのかなこれ待ち長くなっちゃうよね友軍は全滅か友軍は全滅。結構ね、皆さん、キャラクターパイロットのセリフも結構面白いの多いですから、そちら辺もね、楽しめると思いますんで。ただいま、24分と40秒ぐらいですかね。なので、あと、1試合、2試合ぐらいやらせてもらったらいい。録画は終了させてもらおうと思います。
まあ、基本的にお気に入りの機体3機でね、あの、録画どんどんしていこうと思ってますんで。あの敵だけは。まあ、機体のリクエストは全然受けるんですけど、それがうまいかどうかはわかりません。ぜひね、リクエストしていただけたらその機体使いますんで。させるか届か、いた、嘘マジか。あー、やばい、プレッチャーくそー、動きにくい。うーわー、きついぞー、なかなかきつい。さっきなんで勝ってたんだ。あ、そっか。うわぁ こんな集中狙いあり。さあ、あれやー、行くぞ。いっくわぁ。あー、マジか。爆風で止まったな。ひどいな。うわ、無理。おいおいおい、ちょっともうチャージやめてくれねえかな。味方に当たるんだよな、あれ。お見通しだ。正面とはな。私が勝利。前に出るとやられちゃうじゃん。格闘当たらないんだよな、爆風で。いかか。と、やべえ。青鬼さんが邪魔をしよって。次会う時が貴様の最後だ。もうシュピーゲルさんの爆風に任せるか。そんなクソゲになってしまってはいけん。正面とはな、正面とはな、すべての戦術を知るこの貴様を、正面とはな、すべての人類を知る、この白な秘密を汚す人、あれ、あーもうここに来て、力が抜けていくだと。本族名は無理だ、期待きついわー。はい、ということで、ちょっと今回は負けの動画がかなり目立ってしまいましたが、これにて終了させていただきます。最後の試合が特にひどかったですね。ということで、これにて、ではまたねー。